J ホッパーズ琵琶湖の、パワースポットにこの度名前と説明書きの看板がつきました。名前を旅人の泉と、しました。決して旅人の泉ではありません。で、この水源の井戸自体は、ちょっと10メートル離れたところにあるんですけども、そこから地下の配管通して、この、こちらから出ております。旅人の泉。この泉の歴史は比較的新しく、2014年に全運営者の方が掘られたものです。最高1200メートルの平山地から琵琶湖までの急な傾斜地を伏流するこの水は、花崗岩帯を通過することで適度なシリカ成分を含むとともに、マグネシウムなどの苦味成分をフィルタリングしており、バランスの取れた飲みやすいまろやかな腸内水になっております。ビワイチやフットサルの水分補給に、またお持ち帰りいただき、料理やお茶にご利用くださいませ。この琵琶湖を模したこの泉を一周するとあなた様のビワイチの安全と成功にご利益があると一部で信じられております。はい、ということで、まずは一周してみましょう。はい、スタート。コンプリート。